皆さんこんにちは。僕はですね、今ラオスの首都ビエンチャンに来ております。目の前に川流れてるの見えると思うんですけれども、あれメコン川です。でメコン川の対岸がタイになります。このビエンチャン、ラオスの首都なんですけども、確か世界一何もない首都とかっていうふうにもね言われてたと思う、このビエンチャンなんですけども、タイとの国境のね、町に位置するんですよね。で、このビエンチャンで2日滞在していたんですけども、確かに観光地っていう観光地はね、ほとんどないこのビエンチャンですけども、町の雰囲気すごく僕好きなんですよ。で、夜ナイトマーケットほぼ毎日開催されます。メコン川沿いとかでね。なので、そういう屋台飯とか好きな人にとっても最高だし、タイと比べてもだいぶ物価安いです。なので、本当に、物価安くね、旅行できる都市、最近日本円安ですからだんだん少なくなってきてはいるんですけども、ラオスだとまだね全然楽しめると思います。で、今からですねラオス国内の移動です。このビエンチャンからラオスの古都ルアンパパーンの方まで向かいます。ルアンパパーンね、名前は聞いたことあるって方もいらっしゃると思うんですけども、街全体が世界遺産に登録されているような街でして、ラオスの古都になります。古い都ですね。で、ラオス内の移動、いろいろ手段はあるんですけども、今回はですね、中国が作ったラオス中国、鉄道、こちらを使って移動していこうと思います。このビエンチャンから、バンビエンとかルアンパパーンとかを経由して、国境を越えてね、中国の昆明まで繋がっているラオス中国鉄道なんですけども、こちらね、ちょっと前から乗ってみたいなと思ってたんですよ。で、今ね、国境を越えるのは日本人ね、中国行くのビザ必要じゃないですか。なので、なかなか難しいんですけども、ラオス国内でもね、かなりの距離あるので、ラオス国内の乗車だったら全然何もね、必要なく乗ることができます。で、今回はルアンパパーンまでですね、だいたい2時間ぐらいの乗車時間になるんですけども、このラオス中国鉄道ね、乗っていけたらいいかなと思ってます。僕のところではインドネシア高速鉄道ウース、あちらもね、何度か紹介してますけども、あれと似たような感じで中国が作った鉄道になります。はい。でですね、ビエンチャン駅の方まで今から移動するんですけども、このビエンチャンの中心地からビエンチャン駅まで結構距離離れているんですよね。で、このラオスに関しては、グラブは使えないんですけども、ラオス国内で使える配車アプリ、ロカっていうアプリがあります。それで配車するのもよし、あとはね、下にはトゥクトゥクとか、そういう流しのタクシー、白タクいっぱい止まってるんで、そういった方にね、運賃を。交渉して乗るっていうのもありです。で、あとね、この近くに、ビエンチャンバスターミナルってところがあるんですけども、バスターミナルから列車の時刻1日ね、ラオス中国鉄道って実は本数めっちゃ少なくて6本とか6往復とかしか設定されてないんですよ。で、その話はちょっとまた後ほどしますけども、列車の時間に合わせてねバスの運行もあるみたいなんですけども、ちょっと今回そんな時間もないので、普通に、トゥクトゥク捕まえてね駅の方まで移動しようと思います。インドネシア高速鉄道もそうなんですけども、なぜかこの中国が作る鉄道っていうのはね、町の中心地から離れた位置にあるんですよね。多分いろんな理由があるんでしょうけども、とりあえずね、今からビエンチャン駅の方まで移動するんでよろしくお願いします。ということで、ロカで見るとね、だいたい1400円とか出たんですよ。なのでこれ交渉の方が安いなと思って交渉の方にしました。トゥクトゥク乗ってます。で、トゥクトゥクドライバーも最初ね1200円って言われたんだけども、値下げ交渉して900円になりました。900円だったらいいかな。結構距離離れてるしね。ということで、トゥクトゥクで駅まで移動します。ラオスのトゥクトゥクね、後ろに傾斜ついてるんで、落ちそうになるんですよ。でもこれはこれで結構楽しいですけどもね。バンバン風を浴びながら、ラオスの街とかを見つつね、駅に向かいます。これ横向きの椅子なんで、またバンコクとかとは全然違うね、トゥクトゥクの形が。思ってたよりもね、全然遠いね。ビエンチャンの中心地からもうかれこれトゥクトゥクに乗って30分近く経つんですけども、まだ着かない。多分もうあとだいたい10分以内で着くと思うんだけども、ほら遠いわ。なので余裕を持ってね、駅には向かいましょう。ちなみにね、改札の中には発車の20分前に入れるのかな。なので、なのでいつでもね入れるってわけじゃないんで、あんまり早行きすぎたとてね意味はないんですけども、出発時刻のだいたい40分前ぐらいにはね着くのを目安に行くといいと思います。のどかな景色の中にね、最新の鉄道が通ってるとはなかなか思えないんですけども、楽しみですね。おー、いや、トゥクトゥクいいよ。やっぱりおすすめです、普通にトゥクトゥクで移動するの。ビエンチャンの街の中心地からトゥクトゥクで40分着きました。じゃん。ということでね、こちらがビエンチャンレイルウェイステーション、ビエンチャン駅になります。もうね、駅の見た目見てもらったら分かる通り、もうザ・中国って感じの駅ですよね。もちろん中国が作ってるんで当たり前なんですけども、わあすごいなこれ。ほんと周りはねのどかな景色なんですけども、急にねこんな立派な建物がね目の前に現れます。はい、立派な建物ではあるんですけども、現状ね1日6本しか列車発着しないので、合計12本かしないので、
まあこんな規模の駅いるのかなって感じは正直するんですけども、ちょっと早速ですけど中入りましょうか。今回の列車10時35分発なんで、あと発車までね35分ぐらいあります。では早速中に入るんですけども、ここで荷物検査が、あ、荷物検査じゃないな、チケットのチェックがありますね。今回はあのラオス中国鉄道のアプリから購入しています。もう外国人観光客ね、アプリで買うのが一番早いと思うので、そこから買うのをおすすめしますわ。あ、でもチケットはそっか、中の窓口でも買えるから別にチケットは見せなくていいのかな。パスポートのチェックとかありそうですね。はい、ということで早速ですけど中入りましょう。ちなみにもアプリはね、あのインドネシアの高速鉄道ウースと全く同じユーザビリティですので、めっちゃ使いやすかった。クレジットカードとかもねビザで決済できるんで、ぜひあのアプリから購入することをお勧めします。では中入りましょう。アプリのねリンクが、概要欄に貼っておくんで、そちら確認してください。荷物検査を受けて中入りました。どうやらここがもう改札の中になるんですね。であそこでもう一回チケットの確認があると思います。チケット売り場とかどこにあるんだろう、ちょっと見当たらないんですけど、もしかしたら違う場所にあるのかもしれません。アプリで買ってるんで、アプリに送られてくる QR コードもそれ見せるだけで中入りました。あとパスポートの確認と荷物の検査もねありました。で20分前から改札開始って聞いてたんですけども、今30分前ですね。まだ始まってないのか、みんな並んでるだけか。中国の方って結構並びますもんね、早くから。はい、こんな感じになっております。もう結構ベンチもあるんだけども人も多いですね。で一応まああのカフェとかお土産屋さんとかそういったのもあって、多分ほとんどがもう中国人のお客さんなんじゃないかなと思います。ちなみにねこれラオス中国鉄道ということで、国境を越えて中国まで伸びてるんですけども、あの中国まで行く列車っていうのはね1日かなり本数限られてます。さっきもね言った通り合計6本列車設定されてるんですけども、そのうちの5本はラオス完結です。でアプリで購入することができるのはラオス完結の列車のみです。まあ、中国昆明方面まで行く場合はアプリでは購入できないので、それはねちょっとご注意ください。で、6本あって、でそのうちの5本がメコン号と言われるあの中国のいわゆるその CRH 型、まあ、新幹線みたいな車両のやつを使ってるんですよね。で残りの1本これねあのラオス完結内の列車なんですけども、こちらに関しては客車列車での運転になります。列車番号が K のやつが客車列車での運行で、列車番号が C もしくは D が新幹線タイプ、まあ、新幹線って言うとちょっとあれなんだけどね、 CRH タイプの車両での運行になります。で今改札の前に来てるんですけども、あんな感じでね列車が表示されています。今回乗るのは一番上10時35分発になります。 C92 列車ルアンパパン行きということで、ルアンパパンまでね終点まで乗ることになります。 CCC が続きますね。全ての列車がラオス完結の列車です。もう最終が15時35分ということでね、本数めちゃくちゃ少ないんですよね。中国に乗り入れる列車は午前中の運行になります。8時台とかの出発だったかな、めちゃくちゃ早いんですよ。で K の列車各駅停車に関してももうすでに、ね、発車しています。でもうすでに改札の中にはですねホーム上列車止まっていますが、あちらがね今回利用するメコン号ですね、 CRH の車両になります。今日16両かな、確か8両1編成だったと思うので増結されてますね。ホーム上多分人で溢れると思うので今のうちに外から取っておくんですけども、こちらメコン号の車両ですね、おそらく8両8両合計16両編成での運行になります。で座席クラスなんですけども3クラスありまして、セカンドクラス、ファーストクラスで、その上にビジネスクラスがあります。ビジネスクラスが一番上で、ビジネスクラスに関しては一部の CRH の車両にのみ入ってるんで、列車によってはね運用ない場合があります。で今回はビジネスクラスの運用あったんでビジネスクラス選択しました。はい、一番高いクラスですね。まあ、それでもね片道7000円ぐらい、今からルアンパパンまでだいたい240キロの移動で2時間ぐらい乗車するんですけども、それで7000円ぐらいなんで、まあ、あのラオスの物価を考えるとかなり高いですけども、まあ、でも日本人の感覚からすると結構安いですよね。はい、ということで今回ビジネスクラス使います。ちなみに2等車セカンドクラスとかになると、3分の1ぐらいの価格2000円台でねルアンパパンまで移動することができます。まもなく10時15分になるんでホームの中に入れると思います。まあ、1日6本しかない駅と思えないぐらいで立派な駅舎でちょっとびっくりしてるんですけども、これがビエンチャン駅です。まあ、今までねラオス国内の移動ってなると、まあ、バス、まあ、もしくは飛行機ってなってたんですよ。で、まあ、一般の庶民の方々は、まあ、いわゆるそのバスとかを利用して、ね、移動するっていうのがメインでだいぶ時間もかかってたんですけども、このラオス中国鉄道ができたことによって、まあ、一気に長時間とかっていうのも短くなったわけです。もうほとんどが中国の方ですね。まあ、今回の列車ルアンパパンまでしか行かないので中国には行かないんですけども、まあ、単純にラオス中国人の観光客めちゃくちゃ多いと思います。もう今日泊まってたホテルもほとんどが中国の方でしたね。であと欧米の方も結構いるんでなんかすごい違和感があります。というわけでホームの中に入ったんですけども、あのね黄色い展示ブロックのところで写真撮ったらダメでして、今いるところがね一番なんていうのいていい場所になるみたい。ここから前行くとね注意されます。はい、これはあの他の方の動画で見てたんでしてたんですけどもね、
結構離れた位置から取らないといけないみたいで、8両プラス8両ですね。こんな感じの顔をしています。 CRH 型の車両になりますね。これがいわゆるメコン号です。列車番号 K のやつを選択すると機関車経由の客車が来るんでね、ご注意ください。結構ね、動画上げてる方、日本人の方でもいらっしゃるんですけども、 K の方乗ってこの車両じゃないっていうパターンの方ね、 3,4 人見かけたかな。なので気をつけてください。 C か D 選んでください。じゃないとこのタイプの車両は来ません。で、今回はビジネスクラス付きの車両ということでね、ビジネスクラスを使って今から、ルアンパバーンの方まで向かいます。今回僕が乗る号車は8号車になります。で、ここ見たら書いてるわ、ビジネスコーチって書いてます。あのショームザってやつですね。一応ラオ語でも書いてあるんですけども。で、隣の7号車こちらがですね、ファーストクラスコーチということで1等車になります。で、6号車から前がね、普通の2等車、いわゆる普通車になりますね。まあ、なので本当に日本で例えると普通車、グリーン車で、今回乗る、僕が乗るのはグランクラスという扱いになります。ということで車内入りました。今回8号車になります。8号車ビジネスクラスなんですけども、何これ、見てください、2プラス1の3列シートです。まあ、3列シートって見るとね、なんかそんなに、まあ普通じゃないですか、日本でもあったりするんだけども、足元の広さ尋常じゃない。今回僕1番 A なんで窓側なんですけどもね、やばくないですかこれ。2列目以降もすごい広い、合計18席しかないんで、日本だとグランクラスと全く一緒です。ただグランクラスがある号車って運転台がある関係で、客室がね、他の号車と比べて半分ぐらいしかないじゃないですか。ただこっちの CRH に関しては確かに運転台があるんですけども、そんなに客室の部分他の号車と変わらないので、めちゃくちゃ足元が広く感じる。すごっ、今まで乗った列車の中で一番足元のピッチ広いかもしれないですね。これがビジネスクラス。これに7000円で2時間乗れるっていうのはめっちゃ安いと思います。後ろから見るとこんな感じになります。で、なんとですね、今回僕2人掛けの窓側だったんですけども、隣に日本人のご夫婦の方が来られたんですよ。で、その方が通路側と通路挟んで1人掛けだったんで変わりました。なので僕は1人掛け席ね、利用することになりました。まさかね、車内で日本人の方を見かけると思わなかったんでちょっと嬉しいです。はい、はい、こんな感じになります。いや、なんかほんまに空間の使い方が贅沢すぎて、あと2列ぐらいね、座席入れても全然快適そうだと感じるんですけども、これ多分フルフラットになるシートですよね。あんま調べてないんですけども、ちょっと後でね、座席もいじってみましょう。で、2等車と普通のビジネスじゃないわ、ファーストか1等車は結構ね、賑やかなんですけども、このビジネスクラスに関してはね、かなり静かです。座席ですね、フルフラットで倒すとこんな感じになります。まあ、あの飛行機のいわゆるビジネスクラスとそっくりな感じですね。で、各座席にね、コンセントっていうのはついてます。というわけで10時35分になりました。帝国通りにビエンチャンを出発です。ルアンパバーンまでだいたい240キロ。この CR200J 型の車両は最高速度160キロになります。同じ区間をね、貨物列車も走るんですけど、貨物は120キロなんですよね、最高速度。牛が歩いてますね。マジでこんなのどかなところにね、こんな最新の列車が走ってるっていうのがすごい違和感です。食事サービスとかあんのかな、飲み物とか何も買ってないんですけども、ちょっとその辺もレビューできたらいいですね。なんか隣の号車ではね、車内放送を流してるんですけど、この号車流れないですね。なんか一等車との壁をまた感じます。専属のアテンダントさんもついてるしね。
走り出して5分ぐらいでもう158キロとかになりましたね。ちなみになんですけども、このラオス中国鉄道、実は単線です。複線ではないんですよね。まあ、列車本数少ないので、まあ、全然さばけるんでしょうけど、まあ、逆に言うとね、増発するのも結構大変ですよね。で、まあ、停車駅、この列車今回は、バンビエンのみの停車です。バンビエンのみで、もうその次がねルアンパバーンになるんですけども、途中に信号場もねいくつかあって、運転停車みたいなのをね行ったりするかもしれませんね。客車タイプでの運行の、いわゆるその列車番号 K のやつ、まあ、1日1往復しかないんですけども、それによるともう少しね停車駅増えます。まあ、逆に言うと各駅タイプは1日1往復しか設定ないので、 K しか止まらない駅とかね、1日1往復、まあ、合計2回しかね列車止まらないことになりますね。Thank you。ということで早速ですけどね、水が配られましたね。ドリンクサービス、水だけかちょっと分かんないんだけども、とりあえずいただきました。ありがとうございます。ビエンちゃんを出発してだいたい20分ぐらい経っております。列車会場に走ってるんですけども、景色はもうほとんどこんな感じの、なんか自然豊かな、まあ、いかにもラオスっぽい感じの景色がね続きます。まあ、逆に言うと今から行く、ね、ルアンパバーンに関してはもっと雄大な自然をね楽しむことができるようなエリアなので楽しみですね。本当ラオスはねもうまったりしに来る場所だと思います。うん、そういったところには本当最適なんで楽しみです。初めて行くんでね、ルアンパバーンも。ビエンちゃんは今回2回目なんだけども、ルアンパバーンに行くのは初めてです。ビジネスクラス、これ前からね埋めていく詰め込み仕様になってて、多分後ろの方はバンビエンからも乗ってこないような気がするんで、結構空席多いですね。18席中多分6席ぐらいしかね埋まってないと思います。で、今デッキに来ております。ここ8号車のデッキなんで、ビジネスクラス利用すると専用ですね。ここから先は運転台になりまして、洗面台がねこんな感じでついてます。洗面台のところにもねコンセントがあります。めちゃくちゃ綺麗ですよ。で、洋式のトイレっていうのもついてまして、ウォシュレットとかはないですけども全然綺麗、芳香剤とかもね置いてあります。今のところ水のサービスしかないんですけども、これ以上のサービスがあるのかどうかはちょっとまだ分かんない。でもなんかなさそうな気もする。それかバンビエン出発してからあるか、どっちかですね。乗り心地なんですけども、まあ、車内はビジネスクラス車両かなり静かでいいです。ただ若干ね下からの突き上げみたいな揺れはね時々感じますね。なので乗り心地が100%、ね、完全にいいかって言われるとちょっと微妙なところかな。まあでもいいか悪いかで聞かれるといいです、普通に。というわけでこちらがですねファーストクラスになります。いわゆる一等車。一等車は見てもらったら分かる通り2プラス2のシート配置ですね。まあ、日本でいうところのグリーン車になるわけですけども、まあ、座席もグリーンだしね、だいぶシートピッチ狭く感じる。うん、ビジネスクラスがちょっとあまりにも広すぎて一等を見るとえこんなもんなんやっていう感想になっちゃいますね。ただでもやっぱり普通の2等と比べるとかなり広いんじゃないかな。ちなみにね一応集団見合い制になってるんですけども、各座席リクライニングじゃないわ、座席回転させることはできます。ただあえてしてないみたいで、途中の真ん中でね座席の向きが入れ替わりますね。はい、こんな感じです。一応コンセントは2人で1つって感じかな。この LCR っていうのがね、ラオス中国鉄道になりますね。ラオスの L と中国の C ですね。で、レールウェイ。さらに一つ前の号車、普通車です。普通車満席で立ち席も出てますね。で、今ね、車内販売の方がいらっしゃるんですけども、これがワゴン販売のメニューになります。まあ、こんな感じですね。ちょっと今メニュー借りて撮らせてもらってるんですけども。
まあ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 って感じですね。全部ラオスキープでの表示になります。お菓子とかドリンクも売ってますね。はい、まあ、こんな感じです。普通車は結構カオスだな。2プラス3の5列になります。今列車ね、駅じゃないところで停車してるんですけども、おそらくここ信号場ですね。列車の行き違い待ちを行います。まあ単線なんで仕方ないんですけどもね。で、また今サービスがありまして、 LCR のロゴ入りのカップにチャイですね、入ってます。食べ物のサービスはないのかな、ドリンクだけかもしれない。でもこれ普通に美味しいけどね、うん、このカップ可愛いから欲しいな。ビエンちゃん出発して1時間経ちました。列車ね、唯一の停車駅バンビエンに到着です。このバンビエンからもめちゃくちゃお客さん乗ってくるね。多分このビジネスクラスシートも結構混むと思います。うわすげえ、めちゃくちゃ並んでる。このバンビエン駅もかなり立派なんでしょうね。駅今フルフラットの状態にしてるんですけども、まあ、こんな感じで身長170センチだとね、足伸ばしても全然余裕です。横幅も十分だし、まあ、これ座席シェル型になってて覆いかぶさるんで、寝てる時に隣の人から見られるとかね、隣の人と目が合うとかそんなこともありません。ちなみに駅に着く時はそこのね扉全開になります。11時47分帝国通りにバンビエン出発です。ちなみにね、そのホーム上に黄色い線が見えると思うんですけども、あの黄色い線の手前で並ばないといけません。まあ、日本だとね、黄色い点字ブロックの内側で OK なんだけども、まあ、安全のためでしょうね。結局ビジネスクラスはガラガラです。人数は変わらずって感じでバンビエン出発、まあ、あと50分で、ね、終点のルアンパバーンに着きますね。マジで景色すごいわ。バンビエン出発してからはね、結構トンネル区間とかも多いですね。もうあとね30分ぐらいで終点のルアンパバーンに着きます。で、結局ね、車内サービスはあのドリンクだけでしたね。チャイとあと水以外は特に何もないということで、ちょっとここ残念ですね。インドネシアのウースとかはあんな短い30分とかの乗車時間なのに、40分かの乗車時間でも一応ファーストクラスとか乗るとね、パンもらえたりしますからね、軽食。そういったのは特にないという形になります。結局後ろ半分の合計9席埋まってないですね。うん、まあ、速度は先ほどから時速160キロぐらいを維持してね走っています。やっぱ単線なんでトンネルとかも結構狭くてね、でも乗り心地はもう全然いいです。普通にカーペット敷きで落ち着いた雰囲気ですね。外の気温は29度とのこと。トンネル走行時もこんな感じで、ほとんど車両の騒音とかっていうのは感じないですね。最前列以外の座席にちょっと今座ってるんですけども、やっぱ足元広すぎるね。もう全然余裕、見てください、足伸ばしても全然届かないですよ。拳何個分とかのレベルじゃないですね。飛行機のビジネスクラスとかよりもシートピッチ全然広いですよね。あの ANA の 78M とか JAL のシェルフラットネオ、あれよりもピッチ広いと思います。
贅沢な使い方ですね。ただね、なんか軽食サービスがあればね、もう個人的に完璧って感じでしたけども、それがないのはね、ちょっと寂しいかなと思います。ちなみにワゴン販売なんですけども、これね、日本のグランクラスと一緒、日本のね、東北新幹線とか乗られたことある方分かると思うんだけども、グランクラスってワゴン販売入ってこないんですよ。グリーン車までじゃないですか。このね、ラオス中国鉄道も同じで、ファーストクラスのところまではワゴン販売入ってくるんですけども、ビジネスクラスのところにあのワゴンは入ってきません。その代わりアテンダントさんがメニュー表を持ってきてやってきて、何か買いたいものありますかってね、そういう感じになってますわ。トンネル抜けたと思ったらまたトンネルです。バンビエンから4割ぐらいトンネルなのかな。で、まあ、このラオス中国鉄道ね、今のところすごいいい感じで伝えてるんですけども、実はこれ建設費の3割がラオス負担になるんですけども、その債務がなんかどんどん膨れ上がっていってね、借金ちゃんと返せるのかどうかみたいな問題も実はあるんですよ。やっぱりね、お金の問題、これインドネシアのウースとかでもねそうだったと思うんだけども、お金の問題は、つくよね。ビエンチャンを出発して2時間ですね。列車まもなく終点のルアンパマーンに到着します。このビジネスクラスのところは自動放送一切流れないんですよ。その代わりアテンダントさんが駅到着する前にね、言いに来るって感じですね。はい、まあそういったところでファーストクラスとビジネスクラスではまた差を感じたわけなんですけども、お、貨物列車止まってますね。本当にずっと単線でやってきてたんで、すれ違う列車とかっていうのも特になかったんですけども、あ、途中信号上で一回反対列車とすれ違ったかな、ごめんなさい、動画撮れなかったんですけどもね。走りながらすれ違うってことはないので、そのすれ違った時の衝撃とかね、そういったのは、まあ、ほとんど感じなかったかな。このルアンパバーンは、まあ、リゾート地になるんで、そんな街って感じではないんですけども、市内の中心地からはまた結構離れてそうですね。お、ルアンパバーンの駅が見えてきましたよ。出口は右側ですね。また立派な駅じゃないですか、これ。着きました。ルアンパバーン終点です。ちなみに反対側には貨物が止まってます。貨物列車と同じ線路ね使ってるんで。面白いですよね。まあ、最高スピードはね、貨物の方は120キロになってます。ちなみに構想としてはね、一応ビエンチャンから先タイに直通してバンコクまで伸ばしたいみたいですよ。まあ、果たしてそんな実現するのかどうか全然わかんないですけどもね。よし、到着です。というわけで終点のルアンパバーンに到着しました。書いてるは横、メコン号ですね。メコン川から名付けられてると思うんですけども、なかなか快適でよかった。しかもグランクラスもこのシートにしてほしいよね。いや、日本のグランクラスシート結構僕あんま好きじゃないんで、いいなと思いましたね。まあ、今回の列車はね、8両かける2両2編成ということで合計16両での運転でした。2時間あっという間、まあ、このね、ラオス中国鉄道ができたことによってラオス内の移動時間が一気に短くなったということでね、いや、いろいろとお金の問題はあると思うんですけども、まあ、今後も事故なく走り続けてほしいなというふうに思います。ではこのままね、外出ましょうか。普通に出れると思います。やっぱね、16両編成だったってこともあって、すげえ人多い。もうほとんどが中国人の方で、団体ツアーで参加されてる方もね、結構いらっしゃいますね。全員が出口に向かいます。インドネシアのウースとかと同じで、入り口と出口別です。出口は出口専用で用意されてるんで、まあ、そっちからね出るという形になります。
混みそうだな。これ改札の外に出ました。あまりにも人が多すぎて、見てください、これ駅前のほとんどがハイエースになってます。ハイエースが行列ですよ。ちょっとたまに仲間外れもいますけどもね。でこちらがルアンパバーンの駅舎になります。ビエンチャンよりも個人的にはこっちの方がかっこいいなと思うんですけども、皆さんどう思いますかね。はい、でもねやっぱ見てください、これ周り何もないところに急にねこんな立派な駅が誕生するんですよね。ほんと中国が作る高速鉄道とか鉄道ってこういうパターン多いですよね。インドネシアとかもそうなんですけども、はい、こっちもすごい数のハイエース、まあ、ここから街の中心地まではまた15分ぐらい車で行かないといけないので、ちょっとねトゥクトゥクがいないのでタクシー使って行こうかなと思っております。向こうには駐車場もありますね。トヨタばっかりだ。はい、ということで本日なんですけどもね、インドネシアじゃないですわ、ラオスにあるラオス中国鉄道ですね。中国が作った鉄道乗ってきましたけども、こんな感じになります。まあ、やっぱりねせっかくですから中国昆明の方まで行きたいんですけども、やっぱ今ビザいるんでねなかなか難しいんですよ。でまたビザがいらなくなるような気もするんでね、中国そろそろ。そうなったら次こそね昆明からラオス、全国から乗り通したいなっていうふうに思ってます。なのでまたね近いうちにラオス中国鉄道の動画っていうのは出すと思うんですけども、とりあえず今回触りはねこんな感じでいいかなっていうふうに思います。まあ、ラオス中国鉄道に関してはアプリもできたんでめちゃくちゃ予約しやすいです、外国人にとってもね。少し前までは結構外国人にとっては利用しにくかったんですけども、今はかなり簡単に予約できるんで、ぜひね皆さんラオス来た際はですね、ラオス国内だけでも400キロぐらいありますから、乗ってみてください。まあ、ボーテンがね国境の街なんですけども、ボーテンまで行くと400キロですね。今回はビエンチャンからルアンパバーンということで240キロぐらいの移動でした。でまあ、座席なんですけども、車内でも言った通り軽食とかのサービスがあれば完璧だったなと思います。ただしあの日本のグランクラスとかもね、ああいったシートね導入してほしいなって前から思うんで、ぜひちょっと期待したいところですね、今後の日本の鉄道にもね。はい、そんな感じで今回はこの辺で動画終わりたいと思います。今回ラオス中国鉄道の紹介でした。まあ、今回僕はねルアンパバーンで2泊3日滞在するんで、もうのんびりねしようと思うんで、またね軽く動画撮れたら撮ろうかなというふうに思っております。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。